はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。表裏一体研究会会長の龍です。さあ本日なんですが、またねこの最強カードの可能性を模索していこうと思っていまして、表裏一体というカードですね。これ、まあ、何回もね動画にしてるので、まあもう一回繰り返しになっちゃうかもしれないんですが、一応説明しておくと、自分のフィールドの光属性または闇属性モンスターをリリースすると、そいつと逆属性でレベルと、種族が、同じモンスターを手札かエクストラデッキから、まあ、出せるという効果がありまして、でしかも墓地の光闇をデッキ戻すと1枚ドローする効果もおまけでついていると、なんかめっちゃ強いカードなんですよね。で、エクストラデッキから特殊召喚できるので、エクストラデッキにその光闇モンスターで強いモンスターを、反対属性で出せるようなギミックが存在していればいいと。で今回は何を採用してるかと、まあ、今までねサイバードラゴンとか、それからね楽園とか採用してきたんですけども、今回ねウィッチクラフトです。はい、ウィッチクラフト、パイズリマス、違う、バイスマスターさん。このモンスター、闇属性レベル8、いや、魔法使いなんですよね。で、反対属性にね、めっちゃちょうどいいやついるんですよね。核炎竜、グランギニョル。これレベル8、光属性魔法使いなんですよ。まあ、どう考えても、これお前魔法使いかみたいな、顔してますけども、このモンスターが、基本的にはそのカルテシアから出せると、大体どんな、手札でも。まあ、正直、まあ、この、表裏一体がない場合は、普通にカルテシアプラスなんかウィッチクラフトモンスターとかで、まあ、そのまんまねバイスマスター出しに行けばいいんですけど、このね表裏一体がある場合、何が起きるかっていうと、まずカルテシアプラス光属性とかでなんか出すじゃないですか、アレルとかでグランギニョル出すと。でグランギニョルの効果でまずガルーラでワンドローを貼ります。はい、ガルラでバンドロー。でさらに、表裏一体の、効果でバイスマスター出して、で、表裏一体の効果で自分の墓地に、もうガルーラと、まあ、融合素材にしたカルテシアプラスなんかその光属性とかなんかアルルとかいるんですよ。だそこで、戻してワンドロー入る。でこの戻してワンドロー入る効果にもこれバイスマスターさんチェーンできまして、これなんか魔法カードの効果か、魔法使いとかモンスターの効果が発動したときに、なんかそのいろいろ効果ね3個の中から選んで発動できるんですけども、1ターンに1回ずつ。これね、結構ね、使ってる感じでね、すぐ相性良かったっすね。はい。まあ一応ね、エフェクトベイラーとか入れると、カルテシアプラスエフェクトベイラーとか、からのハンドからでもいけるんですけど、まあちょっとさすがにね、増字が重いっていうのもあって、まあちょっと今回は増字と裏だっていう感じしますね。まあ正直、この誘発の相性は良くないです。カルテシアと相性良くない。属性がちょっと炎と地とかだから、別に何が出せるわけでもないのでね。なんで、まあ、できればここは魔法使いにしたいが、ドロール&ロックバロとか、何エフェクトベーラーとかは全然ありなんですけど、ちょっと、さすがに汎用性が高すぎるということで、この2枚にしますね。はい。で、使ってて、今ね、強いなと、思ったのは、これですね。魔法使いの里。やっぱりね、魔法使い族がいないと魔法使えないはね、めっちゃ強くてね、なんかピュアリーとかもね、これ発動しただけで積んだりするんだよね、たまに。一応まあ、アニマとか出てきて、なんか解除できたりはするのかもしれないけど、なんかね、普通に積むから、これ発動されてると、結構速攻魔法しかない場合とかね。なんで、まあ、これ強いなというところで、今回はこれを、ガン詰めしてるという感じですね。魔法カードある程度入れておかないと、そのシュミッタとか、変身効果が使えないからさ、魔法カードを捨てないといけないんでね。なんで、まあちょっと、そのね、効果にね、うららって言われるのがもうなんかほんと世界一重いので、まあなんで、まあ、儚とかが入ってる感じですね。で、一応、楽園融合も入ってまして、まあ、ミラージェイドも出せますし、なんだ、バイスマスターとかも出しに行けるみたいな感じになっております。あ、で、ね、一応ね、楽園融合から、アルビオンとかルベリオン出るじゃないですか。これね、ルベリオンがね、めっちゃ相性よくて、ルベリオンって光属性レベル8のドラゴン族なんですよ。これ闇属性レベル8のドラゴン族結構強くて、バレロード、フィリアスとかもいるんで。なんで、これとか結構強いのと、あと、魔法使い族、光属性レベル8の逆属性のやつって、なんかそのバイスマスター以外にもね、最強モンスターいまして、対象体制が付与できるブラッキャバラリーさん、これもレベル8の闇属性魔法使いなんで、これも相性がいいです。まぁ、ちょっとね、動かし方ご覧いただければと思いますので、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。いや、やっと表裏一体来た。そもそもこのカードが引けねえ、マジで。表裏一体とかいうカードは引けるんだ。カルテシア召喚で。なるほど、なんかあるな。増字か、増字ならいいぞ。無限本やめろ。あ、オッケーオッケー、増字オッケー、増字はオッケー牧場。まあ、とりあえず墓穴の指名者ぶち込んでいく。カルテシアで、まあ、直接ね、
なんだっけ、あいつ出すこともできるんですけど、何でしたっけ、あウィッチクラフトバイスマス、パイズリマスターで、これね、ここ一旦こっち挟みます。これ挟みまして、でグランギニョルパイセン出します。でグランギパイセン出しまして、グランギパイセン効果発動します。なんかありますね、まだなんかあんの、何これ、あーマグナムートか、なるほど、マグナムートうぜえな、マグナムート、あ、カルデシアね、あー結構うぜえな、まあ、一勝利一体 で勝利一体発動しまして、グランギニョルをリリース。でグランギニョルが光属性魔法使い族レベル8なんで、闇属性魔法使いレベル8が出せるということで、ウェッジカットパイズリマスター出して、でこれでですね、魔法使い族モンスターが効果発動するとなんかいろいろうんぬん感じするみたいな効果ありまして、あ、そっか、ビーセットできたからグランギニョルも発動できるのか、これ強いな。でグランギニョルの効果発動します。これはクリシアちゃんじゃないか、まあ、一応ね、プロスケニオン入ってるんで、プロスケニオンも入れられ、あの出せるんですけど、まあ、多分これさすがにクリシアの方が強そう。で、グランギニョル、で、エクレ、特殊、で、ガルーラでワンドロー、魔法カード引いて。ちょ、待って。ちょ、魔法カード引いて。ちょ、今ね、ちょ、そう、魔法カード、まあ、でもまだいけるか。まだ一応、これどうしよう。フィールドカードでいいか。え？いや、うん、そうね。フィールドカード、まあ、あとでできればいいか。いける、多分。2番目の方が多分、あとで使えそう。で、エクレシアからのフルルドリス。で、ここね、これね、表裏一体のこの効果ね、これ強いんですよね、普通に。で、これでガルーラをね、戻しながらね。なんとこれでワンドローが入る。で、そしてこの効果にチェンして、パイズリマスターの効果発動すると、デッキからウィッチクラフトが出してこれるとかいう最強化。これで魔法カード引けば問題ない。ちょ、魔法。これで魔法引けんかったら俺怒るぞ。さすがに。おい、おい、あー、そっちの魔法いや、それは発動した方が強くねえか。ちょ、待ってくれ。いや、それは発動した方が強えんじゃねえかな。いや、これね、捨てて、一応出しに行くのはできるんですけど、これは多分ね、発動した方が強いと思う。多分。でこれで魔法カードが相手発動できなくなったので、魔法使いとかいないとね、盤面に。まあ、B セットってことは、まあ、ドラゴンリンクか、B セット入ってるから楽印かだと思うんですけど、まあ、魔法カードなんだかんだ使うんですよね、あのデッキ。なんで、この魔法族の里はめちゃくちゃ強いと思います、多分。で、ルベリオン、はい、どうぞ。で一応、魔法カードの効果に遅延して、楽園の獣とかは割れるんで、魔法カードというか、魔法使い族モンスターの効果が発動した時か。あー、ドルイドブレム、キモ、やばい。待って、ドルイドブレムやばいか。いや、でもドルイドブレムはモンスターしか知らないから、魔法族の里は守れるか。別に、うん、別に守れるな。いや、まあいいよ。あ、オッケー。で、ルベリオンね。なるほど。ルベリオンめんどくせえな。ルベリオンで楽園の獣とか置かれたらめんどくさいから、ここかな。ドルデブレム、対象は。まあ、対象取れるんで、これは、だからフルルドリス発動します。無効にします。あ、でも破壊すればいいか。無効にするんじゃなくて破壊すればいい説あるね。あー、なるほど。で、ここでウィッチクラフトパイズリマスター効果発動しまして、レベル6以下の、ウィッチクラフトモンスター特殊召喚してもあんまり意味ないんだよな。今なんか何も使えないセザンでね。だから、フィールドのカード1枚選んで破壊する。ちょ、魔法カードねえとなんかいまいちだな。魔法カードが欲しい俺は。ちょ、頼む。魔法族の里来ちゃったからさ、発動するせざるを得ないんだよね。魔法族の里さすがに制圧力が高すぎて。で、フルドレス出していく。で、パイズリマスターやられる。まあまあまあしょうがないでしょう。それはフィールドのカード無効にはしません。さあ、何もできずにカードをセットせざるを得ないといったところ。よし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 。いや、これ絶対、これなんかあんま分かんないけど、魔法族の里めっちゃ刺ってると思うんだよね、多分。おそらくだけどね。一応楽園融合を打ちますか。
楽園融合打ちまして、まあ、これはね、これもね、なんか捨てるより打った方が強いみたいな。あ、増殖する時決め。やべえ。増殖する時か。なるほど。これもね、結局ね、あれなんですよね。捨てるよりも使った方が強いカードっていうのが、まあ、いくつか存在しまして、世の中には。カルテシアちゃんと、融合しまして、ルベリオン、ドローを一応抑えたいので、効果発動しまして、パイズリマスターかな、パイズリマスターな気がするな。ちょっとミラージェイドとかじゃないんですよ、このデッキ。パイズリマスターを出していくスタイルなので、いや正直ミラージェイド出した方が今は強いけど、でも俺のデッキはビッチクラフトデッキ。これ葛藤ね。これデュエルリストビッチクラ、楽園ビッチクラフト使いの葛藤。俺はパイズリマスターを信じる。これいけビッチクラフト。てかごめんなさいね、先に言っとくの忘れました。下ネタを連呼するチャンネルでございますので、皆さんリビングで見たり、親の前で見たりするのはぜひねやめていただきたい。もう注意があまりにも遅いけど、よし行くぜ。これで全員殴った勝ちか。バトルフェーズ、はい。そして、エクレちゃんがぶん殴るときフルルドリスの効果が発動して打点がめっちゃアップするで、うおっ、なに、やべ、あれこれ倒せる。やべ、ちょっと、打点足りてんのか。やべ、なんかちょっとバイスマスター出したから打点足りてない説あるこれ。攻撃続きます。こっちへメルクーリエ。やべえ、これ打点足りない。足りてるか。500、2000、足りてなくね。ちょっと待って。やば、すいません、プレミアしました。マジでミラジョイド出しときはよかった。まあでも盤面的には強いんで、まあいいでしょう。これどうしよっかな。これあバイス、だってシュミッタ墓地送って、こうしてね、こうでいいな。これで一応魔法カードは回収できそうな気がしますね。バイスマスターね、直接チェーンしないと発動できなくて、なんか何かを、あ、墓穴今一応、まあ、撃たれても、まあ墓穴チェーンすればいいから大丈夫か。とりあえずパイズリストリートを落としときゃいいか。で、エンド入ります。でエンドフェイズアルビオンコか。楽園追放セット強すぎで、バイスマスター効果、まあ多分何もできないでしょうこれで。でウィッチクラフト出しておいて、いい、エンドフェイザーのでね、まああ、そっか、増陣中か。やべ、出さなくてもらったの。まあいいや。まあでも多分さすがに勝ちだと思う。多分大丈夫だと思う。これだけ作れば、はい。これ楽園だから魔法カード使えないの痛いんでしょうね。これ魔法族の差が強いだけみたいになってるけど大丈夫。なるほど、表裏一体欲しかったな、これ。これ表裏一体欲しかったゲーミングだわ、これ。融合派兵ゲーミングするしかないよこれ。はい、派兵していく。で、なんかある。増殖する G、なるほど、増殖する G、なるほど、龍一ですね。いやー止まるか。展開しようと思うとね、すげえ量のね展開しないといけないんで、魔法族の里ぶち込みます。まあ、一応こうしておくか。多分ね、シュミッタちゃんは持ってきて融合際にできるようにしといた方が多分良さそうな気がする。よし、で召喚だけして、でセットして、まあ魔法カードないからあんま召喚する意味もなかったから。でエンドフェーズ入ります。さあかかってこいよ。かかってこいや、バカタレが。魔法族の里とかいう最強カードなめんなよ。
妨害法もないけど、これちょっとなんか里で積むデッキであれ、ピュアリーとかがいいな。ピュアリーとかがいい。スノー、何これ、ま、ピュアリーなんじゃねこれピュアリーなんじゃねこれ。え、アゾージーめっちゃ持ってるやん。ゾージー、ピュアリーって一応あれだよな、レベル1召喚してサクリファイスアニマとか出したら、あの魔法族の里を一応解除できるとかはありそうだけどね。まあ普通にパイズリマスターかな。まあちょっと一応グランギニョルムーブも一応あるんですけど、まあ多分 グランギニョルよりは、まあパイズリマスターした方が強いかなといったところで、いやーこっちか。まあ一応対象取られる可能性考えてこっちかな。まああんまかん、あんまだな。はい、で召喚権は使ってるから多分展開できなくて、これ以上は暗黒界っていう説も一応あんのか。魔法カードでもスノー入ってるから多分ピュアリーなんじゃないかな、これ多分暗黒ピュアリーなんじゃないかっていう説が俺の中ではにわかにささやかって言いますが、まあとりあえずシュミッタの効果発動します。でシュミッタ効果発動します。でウィッチクラフトとパイズリマスター君の効果を発動します。これはですね、まあリクルートですかね。リクルートしましょうか。でエーデルちゃんですね。はい、でシュミッタ効果で、そうですね、まあこれはパトローナスにしておきますか。でエーデルちゃんの効果発動しまして、自分の墓地の魔法を使いとかモンスターを特殊召喚しますよっていう効果があるんですけども、まあ、これでカルテシアちゃんの、効果にチェーンし、パイズリマスターの効果でウィッチクラフト魔法トラップカードを手札に加えていく。あの、ね、除去効果はね、なんかいつでも打てるんで、まあ、あの後回しで別にいいかなといったところで、パトローナス回収でエーデル効果で、カルテ特殊召喚でカルテ効果発動でいいね。で効果にチェーンして、マスターの効果によって後ろ破壊したい。でそのカードが何なのか、まあ、間違いないからこれピュアリーだ多分、いやこれ多分だけど、これ手札の中速攻魔法めちゃくちゃ固まってんじゃね。いやこれ多分だけど、速攻魔法めちゃくちゃ固まってるぞこれ。多分だけどな、ガリグラ。え、これで魔法カード引けよ。ちょ、魔法カード引け。いや魔法カード引けや、どしなくそっとしな、これ一気魔法カード引けや。バトルフェイズ一生魔法カード引けねえっつってなんか苦しんでる気がするわ。はい、俺らボケが、どうせお前さ、どうせ魔法、どうせ魔法カード固まってんだろ。カルテシア回収だぜ。そしてさらにウィッチクラフトクリエーションも回収だぜ。来たこれいや多分だけどこれ、まあ、手札見てないから予想でしかないけど、多分ねあれ全部速攻魔法なんじゃないかっていう話。多分課金モンスターいたらね、あの召喚してアニマとかで解除できるんだけど、多分魔法族の里を、ただその一瞬でも解除しようという、もんなら、もうあれよ、破壊よ。出てきたレベル1全部破壊してる。召喚権を使ってな。さあ、来た、やばい、やばいぞ。まあ、これで破壊するけど。で、こうして、でこれ直接チェーンしてウィッチクとパイズリマスターの効果使いまして、うおー、動物爆破、動物虐待、これ動物愛護団体から訴えられる可能性ある。動物愛護団体から訴えられそう。マスター2、スノー、デリシャス、どうぞどうぞご自由にお加えください。魔法カードを使いませんけどね。
これさ、表裏一体型ウィッチクラフトとか言ってきながら魔法族の里強いだけで笑ったんだけど、これ魔法族の里ついに時代来たか。うわー、先行だったらめちゃくちゃ強そうなハンドだったなこれ。スリーピングメモリーメタルフォーゼフュージョン入ってんだ、なるほど。いやーこれなー、ノワール抜けねえよなー、ちょっとさすがにね、この7素材とかノワールどうすればいいんだろうか。これ高校からあのデッカードまくれるデッキなかなかなくねえか、そもそも論だけどさ。そのいやまあ効果を受けないだけだったらさまだいいけどさ、そのなんか効果を受けないモンスターがバウンス効果持っちゃってんだよね。ちょなんかわけわかんねえあれ。ちょあの体勢やばく、どっちかにしてくれる、うん、少なくともちょっとねノワールがやりすぎなんだよね。なんかその突破手段を用意しなきゃいけないから、メインギミックになんかガチでうざいわ。相変わらず激キモムーブだなこれ本当に。いやこれ無理なんだよな。でこいつのマジでバウンス効果余計好きだよねこれ。えはは、やばいやつ来たんだけど、ちょっとちょっと待ってやばいやつ来たって、やばいやつ来たって、なんかなんだよバリティルーラって、俺特殊召喚できねえじゃないか、ふざけんな。いや無理だろこれ。このデッキってマジで何でもありだな。バニティルーラーってどういうこと？